はいどうも、ミネシマです。今回は、鴨頭義人がしれっと新しい動画を更新してましたんで、そのお話をしていきたいと思います。この前、3ヶ月ぶりに動画を鴨頭義人が更新したんですけども、また新しい動画をアップしてました。即実践、伝わるスピーチ、鬼鉄則。これが話し方の学校流、スピーチ最強フォーマットっていうことでお話ししてます。こちらの動画なんですけれども、w a v っていう話をしてくるんですよ。w a v って何かっていうと、WAB って書いて w a っていうんですけども、これ実は東京鴨頭ランドで 商標登録してるみたいなんですねどんな意味かっていうのがちょっと僕よくわかんなかったんですけど動画見たんですけどねなんかこれを流行らせたいみたいなことみたいなんですよね相手の状態を思い通りに変化させることをワブってると言います発表します話し方の学校で学べる最も大きな価値はワブですって言ってるんですよ全くこれ流行ってませんワブってると言っても誰もわかんないですちなみに動画の内容なんですけれども2つ話してましたね1つがお金持ちになりたいんだったら歴史を勉強しなさいみたいな話なんですけどその歴史を勉強させる るっていう話からその話を持ってきてるんですねお金持ちになりたいお金持ちはみんな歴史を勉強してるよそれは過去から学ぶことなんだよって話なんですけどいやお金持ちってまあ歴史を勉強してる人もいるとは思いますけれども歴史ばっかり勉強してるんじゃなくてお金の稼ぎ方これを勉強してる人が多いと思います資産運用であったりとか投資であったりとか儲かる事業の作り方であったりとかお金持ちになりたいんだったらお金を儲けなきゃいけないんで歴史ばっかり学んでてもお金持ちはなれないんですよねその中で一つが歴史だと思うんです 過去にこういうお金持ちがいて、こういう風うなことがあって、こういう苦難があったりとかして、それに対してこういう対策をとって成功したとかっていう歴史、お金持ちの歴史ですね。こういうのを学ぶんだったら、お金持ちに少し近づけるかもしれませんけれども、お金持ちは歴史を一番勉強してるって言ってたんですけど、いや、お金持ちはお金の稼ぎ方を一番勉強してます。例えばね、キャッチコピーの書き方とか、どの分野の事業が今一番儲かってるかとか、そういうことを勉強してると思うんですよね。だから、いつもなんか、話術が上手いんで、その話術んで 魔術に乗せられてあ、お金持ち って歴史を一番勉強してるんだみたいなそういう刷り込みをされちゃうんですよねもう一個親御さんが息子さんに野球部に入りさせたいと中学3年まで野球やってたとじゃあどうやって野球部に入りさせようかっていう話なんですけども鴨頭嘉人は今ま治西高の補欠だったらしいんですよでもモテたと野球部に入ればモテるよって話なんですけど僕も野球やってたんですけどもこれって強豪校だったらモテると思います強豪校で全国行きましたとかそういうところに入ってないと弱小校のレギュラーとかよりも強豪校の補欠とか のがモテるんですよだから、絶対野球やったらモテるって話じゃないんですね。僕、昔の職場に、ラグビーの強豪校のレギュラーの子がいたんですよ。もともとねえ。まあ、その子、イケメンなんですけど、花園行ってたっていう話で。やっぱ、その子、めちゃめちゃモテるんですよ。高校時代の話を聞くと。顔がイケメンっていうのもあるんですけど、花園行ってる強豪校の、しかもレギュラーだったら、これはモテますよ。だから、野球やったらイコールモテるっていうのも、これ錯覚なんですね。しかも今、野球人口どんどん減ってきてますし、その時代時代にもよると思うんですよね。鴨頭 話術でいかにも自分がやったことととが正しいいいいいうふうに錯覚させるっていうのは上手いなと思いますねただ、冷静にその話を切り取って、一歩引いて、冷静に考えると、あれこれおかしいんじゃないかと。確かに今治西の補欠選手で野球に打ち込んでたら持てるかもしれませんけれども、これが名前も知らない一回戦負けの補欠とかだったら絶対持てないですからね。だから、まあ、そういうことだよねっていうことですね。で、最後に、ボイシーの紹介をしてたんですけども、これは冊子ですね。YouTube で今動画出すと叩かれるんで、 でなるべくボイシーに YouTube の人を移動させて叩かれないように情報発信する場所で情報発信していきたいなとただ YouTube のその登録者100万人以上っていうのはもったいないから誘導誘導ということでやってるみたいでございますということで鴨頭よしひとが新しい動画を出してましたんでそれについて僕の意見をしてみましたちなみに今僕とある地方に来てますんで <laughs> ホテルから撮っております鴨頭よしひとのネタは無限に入ってきますんで定期でねどんどん出していきたいと思いますんでチャンネル登録お願いしますそれじゃね